天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。冬なのでパーカーを着ています。天才ピアニストの竹内です。ま、冬って言ってもそんなに冷えてないからタンクトップです。ますみです。ね、お互い黒のね、うん、お揃い色のね、後で喋とろか。後で喋とろ。生地の量こそ違うんだけれども。まあまあまあ、みんな違ってみんないいって感じで。みたいな感じでね。うん、やっぱ、ますみさんがね、全然寒くなってもね、はい、自分を持ってるというか、そう、信念を曲げないというか、うん、結構タンクトップ、うん、ね、パンイチとかで楽屋で過ごされることも多いじゃないですか。はいはいはい、だからね、私楽屋開けた時にね、うん、8月やったっけっていうね。あ、錯覚する。もうその季節が分からんなる時あるんですね。この間単独のね、はい、当日もねガチャッと開けたら、うん、ますみさんがもう非常に薄着でいらっしゃってね、はいはいはい、もう言ったら紐ワンピみたいな、なんかその肩の部分が紐だけキャミソールワンピな、そうキャミソールワンピみたいな紐パンみたいな、そんな紐ワンピをね着てらっしゃってね。私8月単独やったっけと思ったもんね。やっぱ夏お嬢がおったやろ。うん、夏のお嬢さんとはこのこと。まあ、お母さんっていうのかお嬢さんっていうのか分かりません。あはんやなし。あははは。ねえ、まあまあ、いいことなんですけどね。芯があるというか、芯が厚いというか、マントルが発火してるというかね。いやらしみ。あなたが走っていったからね。見とったらね。何してんの。走ったけど、やっぱ足止めた。足止めたね。うん、やめときましょうね。走り抜けにくい。まあまあまあ、止まることも大事なんでね。うん、いや、昨日ね、DM の話してましたけれどもね、はい、広告の PR のね、ますみさんもね、舐められたもんで。ね、そう、私もね、舐められてますよそれは。ね、その PR 案件がよく来るんですけど、それはね、でもフォロワーがたくさん いてくれるから、うん、まあそれの証というか嬉しいことでもあんねんけど、そうね、ますみちゃんのアカウントっていうのはやっぱり看護師さんが見てるっていう、うん、企業からしたら絶好のなのよ。そうそう、ターゲットが絞られてるから、はっきりしてるからね。で、まあまあちゃんとその美容系、うん、ダイエット系、はい、とか結構多いのニーズにあったね。そうそう、そういう連絡はまだ分かりますもんね、うん、まあその吉本に言ってほしいけど。でもね、なんかようそんな自信あるなというか、うんうんうん、なんでそんなちょっと上からなんやろみたいな。お願いしてきてんのに、うん、こちらの案件を、もうこんなにも頻繁にこちらから連絡させていただいてるにもかかわらず、うんうんうん、呼んでいただけないようですねみたいな。お返事していただけないのでしょうか、はい、みたいな。はい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 、はい、こちらはもうインフルエンサーの間でも大変人気の案件となっておりまして、次々と広告する人が決まってきております、うん、はいはいはい、残り枠が少なくなっています、うんうんうん、早く早急にお返事ください、うん、はい、なんでそんな上から言われてるの。もうなくなるよ、ますみちゃん。よ、本当はもう人気やからね。オタクそうやって無視してるか知らんけど、美味しいよ。美味しいよやないね。そのインフルエンサーさんはね、そういうのが仕事やからね。収入やないですか。そう、私ら舞台あるんでね。うん。やし、我々はその他のテレビとかのロケで、うん、ね、お店を紹介したりとか、そうですよ。そういう商品をやっぱ紹介させてもらうことがあるから、それだけじゃないんだよ。この個人的なインスタグラムとかツイッターでね、商品告知しちゃうと、うん、はい、それまた吉本の OK とかいるんですよ、ね。そう、マネージャーにチェックしてもらったり、競合企業とかね、そういう、まあ、あれです、こっちの話ですけど、はい、あるのでなかなかね、うん、その上から別にそれが嫌というわけじゃなくて、上から来られましてもっていうね、うんうん、そんなに魅力は感じてないよっていうこと、うん、別にやらんでいいんですよ基本的に。そうそう、うん、ね、全然美味しくないというか、別にそんなには、うん、また、うん、またお願いするときはこっちからお願いします。そうです、はい、ね、告知ないかーって言う、ゆいって、うんうん、でもそんなやってる暇がないんだったら単独に来なさい、あなたが。そうやね、こっちに来なさい。いっぺん単独に来たら思いません、うん、私これは思うんですよ。その人に何かお願いするときに、うん、この間単独見させてもらったんです実はって言われたら、あ、なんかさ、はい、ほんまにそうやって言ってくれる企業側の方とか、はい、まあ、取材する記者の方とかライターさんとかさ、はいはい、まあそうやって言ってくれると、はい、あ、ちゃんと我々のこと知ろうとしてくれてんねんな。一気に心がね、心オープンザデーね。え、ドアがもうネイティブすぎてドゥーってこと？オープンザデーよね。ドゥーって言ってね。いや、そうそう、うん。やっぱりあれも、でも多分、その営業さんのやり口っていうのもあると思うんですよ。うん、もう、いった往年の。はいはいはい。一回向こうのことを把握して本読みましたとか。うん、とかさ。ライブ行きましたとか。ライブ行きましたもめっちゃ嬉しいけどさ。うんうんうん、めっちゃ YouTube 見てくれてる人もおるやろ。うん、すごい量。よう掘り出したな、その動画っていうね。でさ、いや、もうそんな見んでえってっていうような。見てる見てる見てる。単独ライブの。そう、単独ライブとかな。
変なものまね、1回しかやってないものまね、クレヨンしんちゃんの寄生獣みたいな。ものまねとか、ますみちゃんが動物園行って、動物の気持ちわかるって言ってる動画とか、あれ、面白いですよね、とか言って。見てんのっていう。だから東京のさ、記者の方とかも、はいはい、我々が東京でやった、おしゃれしゃれしゃれ、9月、はい、小田上田さんのやつとか、はい、あれも実は紀伊国屋行ってたんですよ。そうそうそう。っていう。あんなん言われたら、あってなるやん。そんな一枚脱ごうかってなるやんな。ならへんよ。もうあなた、もう一枚脱いだら、ブラジャーやんか。ブラジャークレヨンしんちゃん、ありがとうございます。ねえ、出ましたよ、モノマネしてもよろしいからね。ブラジャーありがとうございましたよ、なしみ。ちょっともう一回やってみようかなと思って。ああ、ちょっと納得いかなかったですか、先ほどのね。じゃあ、そう、だから、そういう、なんか、まあ別に、だからといって仕事を受けるわけじゃないですけど、うん、なんか、そんなんもなし、私らのことを何も知らずにさ、うん、よう仕事頼んだなって、逆にええの、そっちはって思いません？そうやね。金渡す相手のこと全く知らずに頼んできてるっていう、そういうことですから。もう細やかじゃない仕事をする人は本当にあっち行け行け、ほんまに川西さんですよね、これは冬の川西さん、あっち行け、あっち行けよ、なんかそういうのバレへんと思ってんのかなっていう感じなんですよね。まあでもそれで実際にやって告知してくれる方がたくさんいらっしゃるからやってるんだろうな、そうですよね。で、はいはいはい、やりますやりますって、はいはいはい、そうですよ。なんかあかんで、この受ける側も ね、 そうやね、ちょろいと思われたらあかんで、ガバンガバンやったらあかんよ、うん、いやー、そんな早いもん順か知りませんけど、あなたに返信する時間はないですねと言ったような、手をつかみに行かないと思う、ね、手をつかみに行かないと、機会あればね、手をつかみにって世直ししていきたいなと思うんですけど、はい、ぜひその企業の SNS、はい、お願いします。担当の方は気を引き締めていただいて、腹立ちますから ね、 ね。さあ、ではお便り読みます。たまごさん、ありがとう。たまごさん、天秤さんたちがおすすめされていた、うん、よね、これ皆さんね、うん、聞いてない方分かんない、じゃなくてね、A に点々つけてね、驚いた時にって言ったら、うん、気持ちええよっていう、多分 みんな一人の時にやってみて、ごめんなさいね、これイヤホンで聞いてると耳爆発したよね、でもなったけどね、っていうのをね、おすすめしてたんですよね、気持ちええでって、うん、はい、そしたら仕事中に1日かけてやってみました。え、卵さんがねそのの相手である同僚は、この違和感に全く気づいてませんでしたが、私の大げさなリアクションに気持ちよくなったのか、いつもより饒舌でした。私自身も思い切りと連呼できて気持ちよかったです。結果、確かにみんなが幸せでした。オールハッピー。で、向こうも確かにじゃなくてって言われる、って言われたのがなんかな、吠えてね吠えてねってなるもんな、せやねん聞いてってなるもんな、気持ちいいよな、って言われたらやっぱ、うん、あ、響いてんなと思うもんな。でもこっちもね、いい内臓なんか響いてんの、いや、それ振動してる、でウィンウィンやん、ほいしたら、まあ、ほんでね、だいぶ偉い上司にも5、6回やってみたんですが、卵攻めるな、バレませんでした。攻め卵やん、攻め卵やん、こんなもん。仕事帰りの今テンション上がってコメントしております。上司、まあでも逆に上司もなんか気持ちいいか、いや、上司もまあっていう場面をよう見つけたなって感じですけど、師匠にやってみようかな今度、うん、そうやな、ってカウス師匠とかに、うん、なんかもうちょっとエピソード喋られた時にいつまでとか、うん、いやいやいやとか言うけど、一回やってみようか、師匠、師匠がいつもより話したらそれはもう大成功だ大成功やから。いや、それはマスミ。マスミちゃんのこと好きやから、やっぱり。ね。そうなんですよね。さあ、そして、ピキノユンさんでございます。ピキノユンさん。安友のどこいこに出演された際、うん、舞台衣装についてお話しされていましたが、うん、お二人がいいなと思う衣装のコンビはいますか、うん、ということでございますけれども。はい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 。いいなと思う衣装ね。結構。そう。そうやな。やな、私は、まず、まあ、人数っていうのもあるんですけど、ザ・プランナインさんの、あ、全員のスーツかっこよすぎませんか。確かに。なんかでもまあほとんどコントされるから見る機会少ないねんけど、宣材写真な。そう、宣材写真が6人並んだ、うん、全員イケオジというね。はいはいはい。あれはいいなという、まあ似合ってらっしゃるという意味でいいなという思いますね。一生、まあでもミルクボーイさんとかも、あ、いいですね。あの、定期的に衣装変えてはるんねんけど、はいはい、色味は、うん、内海さんが深い緑で、はい、小浜さんがちょっとネイビーみたいな、はいの、そう、色味変えてないやん、はい、でも形はこう、ね、マイナーチェンジしたはって、はいはい、あれいいなと思いますね。そうですね、結構そうですね、やっぱキャラクターに合ってるとか、うん、芸風と合ってるっていう、なんかあのあれですよね、プードルのメラちゃんはいっぱいトレーナー作ってますけども、確かにメラって感じ。最初は黄色のトレーナーばっかりやってんなT シャツとな、黄色の、うん、そう、 T シャツかトレーナーに黒の
スキニーみたいなに赤の靴みたいな感じだったけど、うん、最近ピンクとか着てない。そうピンクとかオレンジとかあるよな。あーオレンジあるな。あるよな。作ってるよな。そうそう作ってらっしゃってね。私でもあれやな、あのまあ女性漫才師の方は結構季節に応じてとか、はい、舞台とかテレビによってコロコロ変える、うん、変えてらっしゃるイメージやな。というかもう衣装の概念っていうのはあんまりない方もいらっしゃるけど、うんうん、基本的に何やろ、しょっちゅうあんまり変えるのはあんま好きじゃないな。なるほどね、はいはいはい、結構頻繁に変えはる人いるじゃないですか。はい、どういうことって思う。うん、だから気に入らんかったんかな。それが毎回変えてんのやったら逆にええねん。はい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 。もう逆にそれこそハイヒールさんとかは、はい、もう固まったやつを持ちませんってことですね。そう、一回来たら着ひんぐらいのレベルやんか。すごいね。あれはもう逆にも振り切っておしゃれやなって思うし、はいはい、大変やからそれも。はい、でもなんかあれ3ヶ月に1回ぐらい、うんうんうん、あれまた新調したもう一回作ったっていうのはあるな、うん、たまにな、うん、なんか気に入らへんかったのに買ったんやとかも思うし、うん、はいはいはい、うん、もっと慎重にいかんとっていうことですね。そうそう、あのあれやで、女性芸人のベストアンサーあるで。え、小杉みどり師匠。うわー、小杉みどり師匠も多分毎回変わってるんですけど、スタイリストさんついてんねん。あ、そうか、うん、小杉あ情報知ってますね、はい、あ素晴らしい。小杉師匠が帽子とかね、かぶってらっしゃって、初めて芸人、女性芸人でスタイリストをつけた漫才師。あーかっこいいっすね。みどり師匠もなんかほんまに、でもなんか似合うんですよ。結構奇抜なやつやねん。幽遊白書みたいな、あの肩パッドの時代というか。そうそうそう、結構で色味も原色原色みたいな、緑とピンクとかやけど、やっぱ着こなせるっていうのがすごいんですよ。やっぱタレントなんですよ。なあれは憧れるな。あれ憧れるな。うん、つけるかスタイリストなあ。お気軽に。お気軽に。お気軽に。小杉みどり師匠よろしくね。帽子もええやな。いやかっこいいよ。我々も衣装ね、ちょっとなんか探したいですけど、ね。うん、そうそうそう、ユニフォームって感じですよね。おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？